ストレートと変化球それぞれ見極めるチェックポイントって持ってますか？変化球にうまく対応できるバッターとそうでないバッターの単純な違いのお話です。昨年のあっぱれフォアボールベスト3の3人共通するのは変化球の見極め力。1番の順います。徳さん、2016年から振り返ってみます。やっぱり見てます。しかも速いボールにはしっかり対応しています。続いてフォアボール王のゾエ、見てます。あっさり見てます。一方変化球カラブリーズ、2016年のライパチから、あー振ってますね。続いてカズヤマオト、あーそこをスライダー振ってます。さらに国吉監督、あー緩いカーブ、もちろんその状況やカウント変化量などなど様々な背景があってからの投球なので一概には言えないですけども、追い込まれてからのこの変化球の振る振らないが変わればその後の結果も変わってくるでしょう。そんな中、先日のオンライン野球トークでこんな話がありました。アウトコースのせいでポンってスライダーのワンバン振りまくるやんか。これは止まる技術いるよな。そこは確かに必要だ。でもあれですね、この間気づいたんですけど、ベース寄ったりするじゃないですか。その時にストライクゾーン、外のストライクゾーンが多分みんなバラバラかもしれないです、感覚的に。というのも以前、間プレーで打ち込んでいる時、あ、そのボールそこ打ち返す？今は真ん中？いや、外、外角いっぱい。いや、今の真ん中や。え？なあ。ボール球の、投げた瞬間ボールになるスライダーとか振っちゃう人がいるんですよ、多分僕も含めて、うん、人がいるっていうか君のことあ、僕のことかもしれないですけど、だから改めてそんなに厳しいボールってもうもはやボール球なんですよね、外の。なるほどな。もう一回確認した方がいいなと、まあ、個人的にはちょっと思ってます。ん、何ですか。カディアさん、これを意識した方がいいですよ。だがバッターで、とうがピッチャーでさ、はい、その 18.44 の中にさ、確実に時間軸があってさ、そのストレートを1の3で振りに行くタイミングが早いかもしれない。1,2,3,4 の場所だとしてさ、はいはい、で ここのタイミングでストレートを振りに行った時にこの後に曲がる変化球が空振るとするならば、今度は5まで呼び込んでみようって言って、ストレートでこう振りに行った時に、今度この先に曲がったら実は待てたみたいな、この4と5のこの絶妙な待つポイントがあるっていうね、あったっていうのは確かに。だからこのストレート狙ってうらうお変化球みたいな、そういうどっかあるんだよね絶対。それをなるべくこう早く見つけられたら、意外とアウトコースのストレートって張っててうらって言っても、意外とストレートも、まあ、1手8回すし、変化球も見逃せるしっていうタイミングがつかめるはずだから。そうですね、単純な話ですよね。単純な話、そのためにスタート上げてるんだからっていう。これすごいな。それ意外と後ろで山はストレート1本つってさ、判断するタイミングがそれでも後ろやったらすげえ見逃せるよな。あ、そうなんですよ。だからこれだって昔前澤君と神宮でやったやん、うん、はい、そう、2018年マックス147キロは前澤くんと兄貴が対戦してました。見事にその初球のまっすぐ捉えてヒットを放っていました。
1個目でストレートって判断してる。そうだね。瞬間ストレートを振りに行くだけっていう。はい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 。それストレートやったらほんまにむちゃくちゃに振ってるで、俺。面白い。ファーストストライクは多分この辺りにあるはずなんだよな。だから、ピッチャーから1、2、3、4、5前後に多分、5と4ぐらいのね、うん、とこにあるはずなんだよね、ファーストストライクは。で、これで取られたら、また1個下がるわけだよね。うん、で、2ストライク追い込まれたら、まあ、この、よりピッチャーのところで、いかにこう粘っていくかっていうね、ことにこう、そういう、なんか、パズルができたら面白いね、バッティングって。だピッチャーによって多分変わるっていうのはそういうことだよね。これは多分、机上だとめっちゃ楽なんですけど、やっぱりこう人間が投げてきたりとか、そこに感情が入ったり、雰囲気が入ったり、自分のメンタルも入ったりするから、なかなかそれ通りにいかないっていうのはやっぱ面白みはありますよね。落合元監督がさ、はい、フラヘンってやってたよ。うん、見る練習してましたよ。あれ、俺らなんか、なんじゃそらとか思ったりとか、変態すぎて分からへんとか言ってたやん。うん、振れへんかったら分かると思うで、スライダー。うん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 。まあ、振って分かるっていうのもあんねんけど、うん、振らん方が分かるって上のレベルになったら逆になりそうやん。うん。子供のことはどんどん振った方がいいと思うんだけど、うん。なんか今のメモリー論とかで言うと、こっから指導してもこれまだギリバットに当たるかなっていう感覚って多分振らない方が出てきそうやん。うん、だからスライダーが切れすぎて振ったら消えたってなっちゃうやん、うん、はいはい、振らんと消えたらやばいでそいつもうそれほんまに消えてるでそれじーっと見てる問題みたいでやばいやろそれ、いやー穴子だとあらへんやろ多分すっげー曲がるっていう感覚絶対ありますもん、確かにスライダーこう変化を見ればこうついていきますもん。見るのもさ、あの、打席でボール見逃すってあるやん。はいはい。この見逃し論っていうかさ、その時にざっくり見逃してるのか、ほんまにちゃんと見てるのかってだいぶ違うと思うんだよ。違うと思いますよ。私ちょっと即席で書きましたけどね。このバッターがいて、まあちっちゃいのがピッチャーですよ。で、こう、さっきの落合さんの言うように、こう、振らないってなると、こういうふうにこう、各種ポイントでボールが見えるんでしょうね。なるほど。そこでこうトップのタイミング、振り出しのタイミングで、あ、この辺りで振り出したら、今のボールは多分打てたな、みたいな、そんな思考回路でこう、やってるかもわからんすよね。やりたい。3、4のタイミングで振り出したら、ストレートの場合、ジャスると。そしたら確認できたら、あ、ストレート、はい、待ちますって言ったら、この辺で振り出しはいけるわけですもんね。うん。変化球とかだったらもうちょっと手前になるのか。で、それでちょっと違うなと思ったら、もう一個、ポイント近くしたり、早くしたりみたいなことかもわかんないですね。いきなり飛び切りすぎるんですよね、ボールを打てっていうのは。まずボールを見た方がいいですか、野球人は。どうしました打てないんだから、まず打つボールをちゃんと見に。で、だん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 こう見始めてきて、こう当てていくっていう。師匠、やった方がいいです。野球歴は、師匠。野球はもう十何年ですけど、やっと気づきましただって伝統系合芸やったら達人やわ。やってるの難しいですよ、ほんと。いや、いつもだっても初心者扱いっていう、その。やっぱほんと難しいスポーツってことやな、ほんまに。そうですね。師匠、ぜひ自分のライパチポイントを、ね、ぜひですね。あ、ライパチポイント、あの、下位打線ポイントをぜひ。もしあれだったら、これ、あの、プレゼントしますから、この絵は。そうです、今ちょっとスクショでやりますから、大丈夫です。大丈夫ですかそれ自体は大丈夫です。こんな時だからこそ改めてポイントの話をしてみたわけなんですが、昔のアッパレにはそのボールを見る天才がいました。ただの天才タカです。このスイング、やたらとチェックポイント振り出すタイミングが近い。そのためファールで逃げ続けることができてましたね。非常に高等技術。我らが BC リーグ福井ワイルドラプターズの今をお届けするワイラップ TV、 なかなか見られない独立リーガーのあらゆる姿をガンガン配信中なんですが、ただいまスポンサー大募集中。球団存続が危うい。お金持ちのみんな助けてくれ。福井の野球人を救いたい。真面目な話、皆さんよろしくお願いします。